はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザードリボーンエイダー編やっていきましょうと思ったけど、ちょっと待って、いきなり、はい、オッケー。ボウガン野郎がね、やっぱね、地味に、ね、遠距離から攻撃してくるのっていうのがね、結構大変だったりするからね。うん、さてさて、あ、そっか、ここあれだっちゃ、あいつが上からうーんって言いながら降ってくるやつだ。あ、雨あられだった、ね、やばいやばい。まあそれはいいとして、それはいいのだ、それはいいのだ。ボンボンバカボンバカボン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 と、OK、さあ俺のウィークも開けましたんでね、ちょうどバリバリとやっていかなきゃならんのですが、はい、あ、なんか口元がすごいウニョウニョウニョしてるね。めちゃくちゃ可愛くない？あ、まだいんのか、ボウガン野郎。ほい。遠距離ではマシンピストルの方が早い。覚えておく。ちょっと待って。ただし命中率は別だ。やばい、めっちゃ目がかゆい。今日めっちゃ目がかゆいぞ。どうなってる？ちょっと待って。コンタクト。そうなんだね、2ウィークアーキビを使ってるんですけどね、コンタクトっていうのがその、いつ開けてどのくらい使ったのかっていうのがね、よくわかんないんだよね。2ウィーク、あとさ、その2ウィークアーキビのさ、オンラインがさ、なんか需要がなくなったのか知んないけど、終わっちゃったんだよね。だから、店舗かなんかにその買いに行かなくちゃいけないんだよね。アイコンタクトしていいかなんか。うん。そっか、友達の奥さんがコンタクトで働いてるから、なんか行ったら割引とかしてもらえるのかな。超せこいこと考えるけど、ワインでピシャってやった跡があるね。じゃあここ入っていこうと思うんですが、ちょっとね、例のね、うーんさんがね出てくるから、ちょっとここは一発目は開けてあるし、レオン しっかりお宝ゲットしてる。あれ、でもちょっと待って、レオンここ先行ってるわけだよね。レオンはここの中に入ってるお宝を手に入れたわけだよね。あれ、なんかいろいろと矛盾を生じる気がするんだけど、どうなんだろう。そこはあんま気にした負けなのかな。来て。あ、ほんと奥になんか危ないのがいる。ってことは、これはもう一発ちょっと、こういう時に使っておかないとね。OK。どうしようかな。あ、ちょっと待って。何も武器持ってない。はい。これで、普通に撃ったやばい気がする。あ、そうか、でもこれ鉄砲手使いながらやってったらなんとか、そんなに苦労はないのかな。これ上からガナード降ってくる。これこいつに直接ぶつけても大丈夫なのかな、ちょっとよくわかんない。引っかかってる。空の箱何かしか、ああ、そうか、ハメハメしたいのはビジュアルドレス、ビジュアルドレスか。で、ほい。歩いて。そう。いいね。あー、そっち向いちゃダメだよ。そう。なんで、なんか全身ローターみたいなんだっけ。どこ行くの、オタク。オッケー。全身ローターやろう。で、あとは、もう、こんだけ削りゃ大丈夫でしょうよ。ただ、その、どこいる、ああ、後ろ向いてる。あ、なんかもう こいつほっといてもいいんじゃないかと思うよね。まあ、倒すけどさ、これさ、行ってさ、戻ってきた場合でさ、こいつ、普通に歩いてんのかな、どうなんだろうな。あと、体力って回復してるんだろうか。まあ、ちょっと弾がもったいない気もするから、やんないけどさ、帰っておいで。何してんの？なんか、OK、めっちゃ回ったね、くるくる。下手くそ。 OK、 なんか急
急にさ、そのアイススケートするよね。急にトリプルアクセル知らせた。あれ、なんか当たってるけど、なんかいまいち食らってない感じがするよね。なんだろうな、このスチーム版のこの、あのガラドールのその暴れっぷりっていうのが、あのゲームキューブや Wii ではなんか見たことない暴れっぷりなんだよな。やっぱりね、あの弾で、ね、あれ、あ、これ元々あったですか。あの、ね、銃で撃つっていう意味だったらね、やっぱりなんだかんだでね、あのあれが一番やりやすかったかもしんない。なんだっけ、あの Wii、うん、あのあれもやりやすいんだけどね、 これもやりやすいんだけど、ね、マウスで操作するのも、あのコントローラーでやるよりはね、ただやっぱりなんか、うん、ちょっとねブレる、うん、あとその今やってるマウス置いてる机がよろしくないのか、すごいねブル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 ってなんかね、ギッガーって震えるんだよね。やっぱ画像が荒いな。こんなにここに敵いなかったけどな。今顔、あーめっちゃ下にいるわ。あーめっちゃいるわ。あーこっちもめっちゃ来てるわ。ほい、いや、ちょっと待って、あれこう、あれなんか判定がガバガバなはずなのに全然ガバってない。んちょっと待って、オッケー、あちょ、あれこんな待ち伏せの仕方がエロい。とりあえず回復だけさせてもらって、あちょっと待って、進み方がふい、くるっと待って、ここはちょっとショット玉の方がいい。ふい、遠い、うらうら、あでもこのショット玉もあんまりあれだな。もう乱発いハンドガンの弾も復活してきたところだからね。ここで確か俺レオンの時になんかやらかして死んだんだったっけな。すげえ恥ずかしい思いした記憶がある。ふう、甘いわ。死んでない、ケチャの頭が生えてきてる気がした。トゥオッケー、ごちそうさまです。さてライフルか、ライフルこのタイミングで買って使うかだよな。ここは悩みどころだ。よし、じゃあ進んでいこうかしら。でこっち行くと、そうなんだ。別に始末しなくてもいいと思うんだけどな。レオンと接触してること自体はもうあれだよね、知ってるもんね。あ、めっちゃいるわ。あいつ気づいてねえ顔しかないやつ。あの子上手。ちょっと待って。弾が当たらない位置まで下がります。ピピピピ。オッケー。で、あ、なんか右上の方でキラキラ光ってる。オッケー。倒しておいて。あははーん。なんか生えてる。うん、あーそう、最近の悩みがね、チャンネル登録者数がね、なんかね地味に減ってってるんだよね、うん、やっぱ実況が面白くないんだろうね。とかも反省だ。あとそのディズニーとかね、なんかいろいろなものを上げすぎてるから、結局お前のチャンネル何やりたいのみたいなね、風に思われてるんだろうなっていうのがね最近の悩みだから、皆さんあの登録だけはして登録だけはお願いします。チャンネル登録だけしてもらえたらもうそれで嬉しいんで、あのなんかね、なぜか再生数とその登録者数は伸びてないんだけど、あの再生時間は上がってってるんだよね、うん、再生時間は上がってってるから、まあね、もう間もなく登録者数さえどうにかなれば、あの収益化もね無事できるかなと思うんですけど。さて、例の診断ですね。リアルダイナソン。I got it! チキ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 。ふわー！フライングダイナソン、珍
そう、USJ のブラインドダイブから初めて乗った時に、ね、もう衝撃的だったよね。こんなに激しいアトラクションがあるもんなんだと思って、もうあのまず格好がね本当にね全く動けなくなるからね、うん、あのなんか普通にまず座ります。でそのままあのねこれ何だろう、90度真下向いて、でブワーって、ね、上がって上がって下がってっていう、そんな感じになるんですけど、もう本当にね、だからあの格好のままでその何回かさ、その固定されてる、あの固定されたまま動かなくなりましたみたいな事故があったりしてたじゃないですか。あれマジで怖いと思うよ、あのままで登録、あのあの固定されたとしたら、うん、あれは、うん、あの格好でやられるのはすごい怖い。まあ、あと個人的にすごいスリル感じるのはやっぱりなんだかんだ言ってあのあれでしょ、なんだっけ、あ、そうそう、バックドロップの上がる瞬間ね。嫁さんはドリ張り取りの方が好きって言ってるんですけど、僕はあのバックドロップ の登っていく瞬間がめちゃくちゃ好きですね。あの瞬間がどうしようこのまま落ちてったらとかって思うとね、もうなんか胸のあたりがゾクゾクってするもんね。はい、ということでね、なんとか2パートに分けるだけで無事チャプターをクリアすることもできましたんで、まあこのチャプターが終わったらね、一旦ねこのパートは区切っていきたいかなと思います。さてじゃあこれを見たエイダ姉さんは一体何を思っているのか。この角度から見たらさ、ポジション的にさ、エイダアシュリーバレてんじゃねって思うけど、どうなんだろうな、見えてないのかな、なんかあの、うん、あれで見えないかな、いらだってる、いらだってる。まだ始末してないんだとしたら、もう陽動の雲としてどういうことなの、そうなんですね。はい。てかこの間、何してんだろうね。指示出してるだけで待ってる。なんか、自分で動いた方が早い気もするけどな。はい。いやー一回ね壊れちゃいましたね。ということで次回スパートはジャック・クラウザーが出てくるということですね。これはね、アスカあれか、なるほどなるほど、まあ、このなの大体どういうパートだったかっていうのを思い出した。なんかちょっと本当にあのどっから出てきたのそれっていうのが あるパートで、まあ、ある意味面白いかなと思うので、まあ、そこぜひね次回パートでお楽しみいただけたらなというふうには思いますね。As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. 報酬約束限りね、まあ世の中金次第ですからね。別に今の仕事が嫌いとかっていうわけじゃそんなんじゃないけど、やっぱり今の倍の報酬は欲しいところだもんね。でみんな多分思ってるよね。今の仕事の倍ねもらえるんだったらもっと仕事頑張るよ。そうそう、だから今の日本ってね江戸時代と変わんないんだよね実はね。あの生活をしていく分にはその多少の貧乏さは感じるけど苦労はしないっていう、なっていう状態だったら、戦争とかね、その反旗を翻したりとかね、一揆みたいなことって起きないからね。逆にその貧乏すぎたらダメだし、あの裕福すぎたら裕福すぎたら、ね、今度そのね働かなくなっちゃうからね。だから貧乏、多少の貧乏を感じるからこそ一生懸命やらなきゃいけないっていう、まあそういうね、心理をついてあるからね。だから人望すぎたらふざけんじゃねえって今度反旗翻しちゃう、働かないどころかね、もう暴動が起きてしまうっていうところだから、だから今のね年収400万から500万くらいのレンジっていうところが、まあ、日本のね突き起こしてるっていうところなんじゃないかなと思うけどね。だって物価ばっかり上がってんのにさ、我々の給料が上がらないって変な話だもんね、ある意味ね。はい、ということでね、今パートも以上とさせていただきます。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもしていただけたら嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。